ジョセフ・ノエル・シルベストルが、ローマ略奪15世紀の会が、ローマ略奪ローマ略奪とは、紀元410年8月24日に起こった、アラリック一世率いる西豪都族が、西ローマ帝国のローマを侵攻、陥落させ、市内を略奪した事件を指す。ローマ合略と訳されることもある。西ローマ帝国の首都は402年以降ラベンナに置かれており、都市ローマは、 帝国の首都ではなかったものの永遠の都としての象徴的地位にはあった。紀元前387年にアリアの戦いでローマ略奪が行われて以来およそ800年にわたって外敵による直接侵攻とは無縁であった都市ローマが陥落したことはミカド国内外に大きな動揺をもたらした。当時ベツレヘムに滞在中の聖職者であり神学者でもあったヒエロニムスは この事件を聞き及び、全世界を襲奪し続けたローマが、外敵から襲奪されていると記したとされている。375年、粉族に脅かされた西豪都族は、ドナウ川を越え、ローマ帝国の領域に侵入した。一旦この移住を容認したローマ帝国側だが、378年に皇帝ワレンスはこれを撃退することを決意し、ハドリアのポリスの戦いに訴えるが、 ローマ軍は敗退し皇帝も殺される。ワレンスの後を継いだ皇帝テオドシウス一世は382年に西豪都族と和平条約を結び、同盟者として帝国内に定住することを認めた。395年にテオドシウス一世が没し、帝国が二分され、東ローマ帝国初代皇帝となったアルカディウスは、先帝が結んだ西郷都族への給付金の約束を、 違えた。これに対して、西郷土族は新たに王となったアラリック一世の元反乱を起こす。アラリック一世率いる西郷土族の軍勢は395年よりバルカン半島の諸都市を襲撃し莫大な賠償金を得る。その阻止に向かった西ローマ帝国の将軍スティリコの追撃をかわしたアラリック一世は400年にイタリア半島北部に軍勢を進める。 西ローマ帝国初代皇帝ホノリウスは、ミラノの宮殿を捨てて、ラベンナに避難したが、再びスティリコにより西ゴート族は撃退される。406年、ゲルマン民族の内バンダル族、アラン族、スエビ族がライン川を越えて西ローマ帝国のガリアに侵入し、略奪を行い、イベリア半島へ向かった。408年にスティリコを処刑したホノリウス帝は、 アラリック一世に対して、講和と同盟軍に加わることを求めるとともに、アラリック一世に対し、賠償金を払うことを約束した。しかし、この講和条件を拒否し、アラリック一世は再び、イタリア半島を襲撃する。ローマ市内に攻め込む、西豪都の軍勢アラリック一世は再び、イタリア半島を襲撃。ホノリウス帝が待ち受ける首都ラベンナには向かわず。 直接ローマに進撃する。皇帝はいなくても、西方の富の大部分は集中し、100万の市民を抱え浮遊貴族の豪奢な生活ぶりは到底他の都市に及ぶところではなかった。4万の西ト軍に包囲されたローマは、領職が月飢餓に苦しんだ。ローマは、やむを得ず、特使を派遣して和平交渉し、巨額の賠償金を払うことで包囲を解くことを、 約束させたが、皇帝の了承を得られず、ラベンナの宮廷の協定違反行為から失敗した。そして410年8月24日、ついに西ご都の軍勢は、サラリア門からローマ市内になだれ込み、3日にわたって市内を略奪した。帝国を象徴する多くの公共施設が略奪にあい、アウグストス病やハドリアヌス病など歴代皇帝の、 墓所も暴かれ、一回壺も破壊された。ラテラの宮殿からは、コンスタンティヌス一世が寄贈した銀製の生体容器が奪われた。動かすことのできる価値あるものは、市内全域から持ち去られたが、建物自体が大きく破壊されたのは、フォルムロマヌムの元老院議場付近とサラリア、門付近に限定されていた。サラリア門近くのサルスティウス庭園は破壊され二度と、 再建されることはなかった。フォルムロマヌムのバシリカ・エミリア及びバシリカ・ユリアもこの時焼け落ちた。破壊を逃れたのは教会関係の施設だけだった。住民の被害も大きく、皇帝の妹のがラプラキリアを含め多くが捕虜となり、その多くは奴隷として売り飛ばされたり、強姦虐殺された。身の白金を払って救われたのはごくわずかだった。 難を逃れた住民は遠くアフリカ族州に落ち延びた。410年頃のヨーロッパ。黄色が西ローマ帝国ローマでの3日間の略奪後、アラリック一世は略奪した金品と捕虜を伴い南に向かった。捕虜の中にはホノリウス帝の妹がラプラキリアも含まれていた。西ゴート族の軍勢はカンパニア地方、ルカニア地方、カラブリア地方を縦断、襲撃し、 ノーラやカプアも略奪にあったと言われている。イタリア半島南端にまで進軍したが、調達した船が嵐で沈没したため、メッシーナ海峡を渡り、シキリア族州やアフリカ族州に達することはできなかった。同年、ローマ略奪の数ヶ月後、コゼンツァでアラリック一世が病没する。後継の王にはアラリック一世の義兄弟、アタウルフが選ばれた。四百十二年、 アタウルフは西ゴート軍勢を率いてイタリア半島を北へ向かいアルプス山脈を越えてガリアに乱入する。414年、アタウルフは捕虜としていたホノリウス帝の妹がラ・プラキリアとローマ式の結婚をした。この結婚はゴート人やローマ人の関心を引き、ローマ帝国をゴート族のものにしようという意思がないこと。 むしろゴート族の力で帝国の刷新を試みるアタウルフの意思を示す結果となった。結婚の1年後、アタウルフは死去する。415年、ガリアで西ゴート王国が建国される。その後、西ゴート王国と西ローマ帝国は基本的に友好な姿勢を保った。ありがとうございます。